さんこんにちは。今回は皆さんがお待ちかねのバトル企画です。おー、今回対決してもらうのはこのお二人です。トモアです。池田です。そして今回の対決の場はこちらになります。じゃじゃーん。今回のバトル内容を説明します。今回はこの 15m のスピード壁にあるラダーでラダー王を決定していきたいと思います。今回はラダーの最速記録ではなく、うんうん、耐久戦です。お互い交互にバトルしていって、先に5秒台が出なくなった人の負け。これきついんだよな。きついな。何本5秒台を出し続けられるか。ちなみにもう休憩はなしで、はい、なし。お互い交互にとも、まあ、はいはい、お互い交互にやっていって、うん、先に5秒舞台が出なくなったら負けになります。うんうんうん、はい、これ池田強いやつだな。ついに俺の活躍する場が来た。来ちゃったね。来た。しゃあ、よし、楽しみだな。これまでのラダーの最速記録はトモアが5秒4か3ぐらい、うん、で池田君が自分が5秒2ですね。おお、ちょっと早い池田、結構そう。そしてなんと今回勝者には3人分の豪華焼肉プレゼント。おお、え、誰がプレゼント？おいしい。負けた人？ええじゃあ絶対勝つ。絶対勝つ。一人だけなんか絶対もらえる人いる。今回司会なので、まあ、はいはいはい、まあ、お給料任せてください。よっしゃ、勝ちますね。じゃあ美味しい肉食べて。じゃあやっていきたいと思います。二人とも頑張って。行ってきます。余裕。はい、じゃあ順番を決める、はい、じゃんけんしてもらいます。勝った方が先行後攻決めてください。はい、どっちがいいの？まあ先行狙いで。お、男はね、いくぞ、プレッシャーかける。最初グッ、じゃんけん、ほい、しょ、はい、先行勝つ。マジチョキなんよ。珍しいね。はい、じゃあ先行の池田くんから意気込みお願いします。まあそうですね、5本は出したいですね。まあ、トマ君に勝つってよりか、まあ、自分に勝ちたいですね。はい。どうしよう、かっこいいね。はい、じゃあ高校のトマ、意気込みお願いします。まあ、世界チャンピオンなんで。おお、こんなとこで負けられないっすよ。おお、もう絶対はじめ。はい。正直何本くらいいけそうですか？正直、まあ3いったら結構男だよ。すごいね。正直3がすごいけど、理想は10。おお、俺は5です。2人とももっと寄って、もっと右行ってほしい、2人とも。はい、じゃあ早速始めていこうと思います。1本目先行池田くん。はい、お願いします。あ、まあ、1本目やね。始めちゃうよ。何秒で？まあ5、6くらい流して、5、6くらいですね。お願いします。じゃあ緊張する。よし。早くね、早くね、早くね、早くね。5526、余裕ですね。余裕のクリアですね。よーし、1本目。はい、はい、じゃあ2本目。
行ってきます。まあまだ全然面白いよ。じゃあ早い。うわ、これは行ったでしょう。うわ、5、3、8に飛ばすね。うわ、ちょっと待ってな。温存する気ある。温存とか男にはねえから。ないの、こいつ温存する気ないの。いきます、4本目。はい、2本目。焼肉が待ってる。焼肉いただきます。早い、マジで早い。うわ、すげえ。5399。3本目。3本目いきます。もう辛い。休んだらきついやつだこれ。はい、じゃあ4本目。次よ。よし、ここまず焼き肉。行くぜ。すげえ。ああすごい。早くね。焼肉パワーすごい。5秒台っていうかほとんど豪さんじゃん。ちょっと待ってください。4本目。あれ、重そうなの。あれ、休んでない。相手人間じゃないんで。解放しよう。セクシー。重りを脱いだからね。4本目。ついに5本目。やった。行ってきます。焼肉待ってろよ。焼肉が食べたい。おー、すごい。よくない。てか、ずっと豪さんじゃん。やばい、この闇のゲーム終わらないかもしれない。だって人間じゃない、こいつマジで。やばい、すごくない、マジで。おお、今まで一番強敵だわ。何本目？5本目。5本目いきます。はい、5本目。ここ逃げたら勝てる。見えた。もう足上がれない。次がヤババかな。これ逃げ切ったら勝てる。見えた。早すぎます。
いや。ラダーの。しゃ。六本目。絶対いってるでしょこれ。ゆうちゃん。やばい、もう焼肉の準備してていいよね。はい、6本目ですよ、楢崎選手。結構やばだな。ここだな、マジで。もうちょっと 6.0 とかいいっすよ、出して。6本目いきます。はい、6本目。あ、やばい、足上がんねえ。まあ、世界チャンピオンなんで、こんなところで負けられないっすよ。勝者、池田くんですね。あれ、あれ、ちなみに、世界チャンピオンだ。ちなみに、7本目のチャレンジいきますか。あ、7本目いきますか。お願いします。まあ、全然出ますけどね。もう池田くん何本だ、5秒台出せるかみたいになっちゃうじゃん、これ。手が挟まった。ズンってなって、そうじゃない。まず、締めの、とどめの一撃、いきますか。お願いします。じゃあ池田くんの7本目いきます。あ、すごい、すごい、マジで。やばい。あ、視覚が白黒になってきてます。もう一本お願いします。もう一本全然全然いけません。スピード選手に希望お願いします。あ、スピード選手はね、しかもこれさ、トムは挟まないからインターバルめっちゃ短いやつじゃん。スピード選手はこれぐらいできないと思いますよね。じゃあ池田くんの8本目。焼肉カモン。ありがとうございました。あ、ちょっとやっぱ喋れなかった。喋れない。彼の勝利です。ありがとうございました。強すぎ。あとおかしいわ。酸素ください。酸素ください。トマー君、焼肉ごちそうさまです。任せて。座っていいですか。今何本だったんだっけ。8本目で失敗です。7か。どうですか。まあ、まあ、自分には勝ちましたね。まあやっぱり自分に勝つこの道中にトマ君を倒したって感じですね。はい、焼肉楽しみです。美味しいの食べたい。申し訳ありません。お願いします。トモファンの皆さん、すいませんでした。この男の体力は化け物すぎました。次は最速決定戦で会います。はい、最速決定戦で。もう頑張った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 頑張りました。二人とももう立って喋れない、立てないじゃん。脳に酸素がきて。はい、じゃあこれにて今回のラダー王対決終了となります。次は何対決しますか。次はね、2段何回連続で覚えるかな。おー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 、やばいな。モ
ルダリング練習しなきゃ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあねお疲れ。僕、うん、あ、僕は10本いったけど。こんにちは、トモです。いけないです。今日はランジ基礎編。今回はランジの基礎編で大事なことを4つ説明していきたいと思います。僕はほとんどの場合1回しか振らないです。こうやってまず1回目で行きたい方向に狙いを定めて必要な分だけしゃがんで飛ぶ。そう、飛ぶ。